って人もいればしっとりしたい人もいる。お肌のタイプで選べるのは資生堂のシャワーソープだけ。これでシャワーが変わると思うよ。それから南野陽子さんに、ちょっとスタジオの方に来てもらいました。お疲れ様でした。どうも。じゃあ陽子さんから聞きますけど、はい、去年もプレーをして、はい、で今年もね、今回は尾崎直美さんとプレーして、どうですか去年と比べて。そうですね、うん、やっぱり今年もすごく迷惑をかけたんですけど、でも楽しかったです。うん、でもプロアマこれ楽しければね。で特に陽子さんの場合は南野さんを見に来る人っていうのが多いですからね。ゴルフはともかくとして。大体僕らアマチュア3人も僕も含めて、うん、そういう感じで待ったの。そうでしょうね、うん、だからスコアはどうでもよかったのね。うん、やだの、ね、出ましたよ。165。あ、汚い声だな。エッジまで165。そう、これ7ぐらいですか。いや、6で打ったの。弱いよこれ。いや、高く打ったつもりなんだけどね。あ、そうだよ。ダメ、ショートだね。さあ、このティーアップの仕方がなんともね。そう、僕は真似しますよ。ね。あれ？両手使ったりして。あ、今ちょっとボールで普通ティーをね、トントンと 3回は叩くんですよ。本当。そう、おまじないが入ってるんですって。当たるように。うん。うん。でもフォームちゃんとしてますよね。してんの。だから僕はね、真似るぐらいね、頭ヘッド動かないの見ててとかね。本当。俺動くタイプだよ。えしちゃった。おね、うん、一箇所で回るもんね。回るの。あ、これちゃんとやればでも、ほら、うん、ね、まっすぐ飛んでるもん。そう、あれ140からそれぐらい飛んでるわけですよ。飛んでますよね。うん。ああいう時の声は大きいですね。こうやって聞くと。大きい。うん、ミスした時のね。そうですね。うん、これはうまいな。さすがに。弱いなんですね。これ外してんですよ。本当？本当。今パターがダメだ。まあでも試合なり本ちゃんならわからないですよね。左手の手を先行させて、うん、これをこういうふうにやらないように。そのままパン方向に出して。唯一教えた場面じゃないかな俺が。本当？来ないか。カメラ意識して。言われたことってやろうとしてますこれ。え、その時は。その時は。っていうか、歩いてる時に一生懸命思い出すんですけど、うん、ボール前にしたら忘れちゃうんだよね。構えた後の始まった瞬間に何していいか分かんなくなっちゃうとかね、忘れちゃうんですよね。こういうとこなんかうまいよな。いいもの持ってますよ、しかし。本当にどんなパターだったっけ。うーん、来た。いや、いつもね、今のは方向性悪かったけど、うん、方向性はいいの。ああ、そう。すごく距離の問題。そう、強いんだ。そう、どうしても強く打っちゃうのね。なんでだろう。わー、惜しいな。でも強い。もういや。やったね。なんか一言感想を今日一日の。いや、でも本当すごく楽しかったです、うん、気持ちよかったです。気持ちよかった、はい、去年から今年の間に何度かやったんですかゴルフ。あれから2回、3回くらい。あ、本当。じゃあ来年までの間にまた何回かやって。はい、ぜひ分かんない時電話でもしてまた聞けば。うまいこと言ってくれるね。そう。というような雰囲気で、進んでまいりましたけれども、お疲れ様でございました。どうも、はい、どうもありがとうございました。